スティーブン・アメルはカナダの俳優である。イングランド、スコットランド、ドイツそしてフランス系カナダ人の血を引く。2004年にテレビシリーズクイア・ーズ・フォークで俳優デビューする。2007年にリ・ジェネシス・バイオ犯罪捜査班へのゲスト出演によりジェミニ賞を受賞する。同年にはレント・エイ・ゴールでジェミニ賞のアンサンブルキャスト賞にもノミネートされた。 2010年12月、ヴァンパイア・ダイアリーズ第2シーズンに、グラディアックでの出演が報じられた。2011年、テレビ映画、ナタリー・ホロウェイン偽りの真実で、ジョラン・バンデル・スルートを演じた。同年には、HBO のテレビシリーズ、ハングで、ジェイソン役を務めた。2012年からは、ザ・ CW のテレビシリーズ、アロー、アローで、主人公のオリバー・クイーン。 アローを演じている。同じく俳優のロビー・アメルトは重慶帝同士である。2012年に女優でモデルのカサンドラジーンと結婚し、カリブ海とニューオーリンズで挙式を行った。2013年6月6日、妻が第一子を妊娠中であることを発表した。ありがとうございます。